今日寝坊しました。え、マジなんですか？マジマジマジなんだ。やべえ、ちょっと喋れない。もう少しいただきます、ね、たくさんカメラございます。もう少しいただきます。ありがとうございます。おはようございます。矢口やたらを演じさせていただきました前田ゴドンです。公開が公開できて嬉しいです。こんなにたくさんのいや緊張してるんですよ久々に。こんなにたくさんの方に来ていただいて本当に嬉しいです。今日はよろしくお願いします。お願いします。前田さん、なんかさっきちょっと久々に緊張してるとおっしゃってましたが、はいはいはい、昨日はぐっすり眠れたんですか？いや昨日全然寝れなくて今日寝坊しました。え、マジなんですか？マジマジマジなんだ。マジで寝坊した。 なんでかっていうとなんで寝れなかったかっていうと、いやなんかちょっとドキドキしちゃって、あの全然ベッドには入ってたんですけど全然寝れなくて、5時ぐらいに多分寝たんですけど。5時？そうそうそう、まあ、明るくて寝坊しました。それ高橋文也さんぐっすり寝ました？もちろん僕爆睡っす。疲れてるから。伊藤さんもね寝ちゃいますよね。眠い。もう爆睡です。爆睡ですね。桜田さんももちろんね。はい、爆睡でした。え、監督は？僕も寝れなくて。やっぱそこの2人が寝れないか。朝4時ぐらいに起きちゃって、そこからずっと起きてます。起きちゃったんです。はい、起きちゃいました。改めて前田さん、今初日を迎えておきまして、改めていかがですか？いやードキドキしてますね。あのでもすっごい嬉しくてドキドキしてて、やべえちょっと喋れない。そうですね、あのいや本当にあのたくさんの人に届けば嬉しいなって思いです。はい、監督はこの間前田さんと2人で名古屋と大阪のプロモーションに行かれて、すごい盛り上がってる状況がこちらにも伝わってきておりましたが、はい、手応え感じられたんじゃないですか？そうですね、あの本当に満員のお客さん、大阪、ね、1回と名古屋1回やったんですけど、はい、すごい盛り上がってくれてましたね。はい、え、前田さんどんな感じでした？大阪名古屋のお客様方っていう。すごいわーって感じでした。やっぱ寝てないのか緊張かがちょっと今分かんない。両方あのそうです、盛り上がりましたし、なんか結構地方でもあのいろんな媒体さんだったりテレビも出させてもらって、なんか行くとこ行くとこですごいこう期待の声をいただいて、すごい緊張しましたね。はい、ありがとうございます。